僕なりのこの騒動のけじめとして引退を決意しました。小室哲哉さんの口から発せられた瞬間、不倫報道に対しての謝罪会見だったはずの150人を超える報道陣も一瞬静まり返りましたよね。かつては天才と呼ばれた男の作り上げた一つの時代が幕を閉じた瞬間でもありました。2011年に妻の恵子さんがくも膜下出血を発症し後遺症が残り、そんな恵子さんを家族としてずっと守ってきた小室さんのはずだったのに、現在は離婚調停中だという情報もあり、しかも引退したはずの小室さんがある人気グループの作曲と編曲を2年3ヶ月ぶりにやったとか、一体何が二人に起こっているのでしょう。気になるので調べてみることに。小室哲哉さん、2年3ヶ月ぶりに乃木坂46の配信限定シングルルート246で作曲・編曲を手掛けたことが判明。コンセプトは友情なのだとか、それはある大物プロデューサーとの友情だとか、その大物プロデューサーとは今回作詞を担当した秋元康さん。二人は意外にも2010年屋敷隆人さんのその時の空以来約10年ぶりの共作なんだとか。引退後も小室さんにもう一度音楽に携わってほしいと何度もオファーをしていた秋元さんは、この人は本当に音楽がないと生きていけないのです、音楽にのめり込むと周りが見えなくなってしまう不器用な人です、そのせいで多くの方に迷惑もかけたのでしょう、でも小室哲哉はそれを音楽でしか返すことができないのです。ルート246を聴いてください。彼の音楽への思いが伝わってくると思います。これを単にセールストークと見るかどうかはさておき、小室さんは大いなる友情と才能を持った秋元康さん、同じく近しい知人に1年間背中を押され、今回悩みに悩んで作曲編曲を手掛けさせていただきました。ここ数年ゼロからアートを学び、改めて概念すなわちコンセプトを持った創造物の貴重さを感じています。今回のコンセプトは友情でした。友人の期待に応えたい一心で今作を作りました。一貫したらしさは表現されているのではと感じていますと答えています。またあるラジオ番組では、僕にはオンラインの中でのヒット曲がまだない、一曲くらいあってもいいのかなと曲作りに意欲を見せてもいましたので、見方によれば事実上の引退撤回とも感じます。小室さんの今後に世間の注目が集まるのは必至でも、なんかうまくいきすぎてるのではと思ったのには理由があります。その一つには、引退後にやり残した仕事、作らないといけない楽曲といったものはもうゼロになりましたと淡々と話していたし、それ以降近況は伝わってこなかったのですが、実は今年の2月のこと、ある大物実業家との情報が流れました。その大物実業家とは、ABEX 株式会社代表取締役会長元 CEO、 通称マックス松浦こと松浦正人さん。とあるクラブパーティーで小室さんと2人でいるところを Twitter に動画を上げています。たとえ CEO は退いたとはいえ、あの ABEX の会長ですから、何か事態が動き出すのでは、そんな予感がありましたが、ついにその時が訪れたのでしょうか。くしくも今年はグローブ結成25周年目、新生グローブとしての復活はあるのでしょうか。それにはやはりこの人が必要なのでは。グローブのボーカル恵子さん、くも膜下出血で倒れ療養中でしたが、実はすでに完全回復を果たしていたと言うではありませんか。
お久しぶりです。ツイッター再開しようと思います。昨年1月14日、およそ1年1ヶ月ぶりにツイッターを更新。さらに、その10日後の1月24日には、ジム行ってきました。筋トレやってます。と、ツイートしています。あれ？なんで？2011年10月に、くも膜下出血で倒れ、現在は大分県にある実家で、療養中のはずの恵子さん。このツイートから伝わってくる回復ぶりは、2018年1月に夫小室氏が涙で語った。検診会を要する状態からは、想像できないほどに劇的な回復。さらには、2019年に入ってからは、リハビリも順調で、体調も回復し、なんと、独自にボイトレまでしていて、親しい音楽仲間には、もう一度ステージに立ちたい、と、復活を匂わせているほどだとか、高次機能障害からの回復宣言、それは同時に、夫小室さんに対する、何らかのメッセージなのかもしれません。というのも、妻への献身的な介護に追われていたはずの小室哲哉さん。不倫疑惑が持ち上がったのが2018年1月。小室さんが看護師の英子さんと、数年来にわたって不倫関係にあるとの某週刊誌の報道を受けての会見で、小室さんは英子さんとの男女関係を否定した上で、療養中の恵子さんが、音楽に関心を持たないことや、小学4年生の漢字ドリルをやっていること、会話や集中力が続かないことなどを明かし、介護で身も心も疲れ果てている、と涙ながらに告白していたはず。この涙の引退会見を境に、批判される立場だったはずの小室さんに、同情論が湧き上がりもしました。ですが、会見で語られた恵子さんの病状と、実際の恵子さんのそれとは、かけ離れていたという情報があるのです。それによると、恵子さんは、引退会見という公の場で、恵子さんの手に余るような病状を、声を詰まらせて語る小室さんの姿を、テレビで見て、事実とは違っていることに、涙を流し、ショックを受けていたそうです。現在の恵子さんは、想像しがたいのですが、日常生活を自由に送れるほど、回復しているといいます。小室さんは、音楽に関心がなくなった、とも言っていましたが、よくカラオケにも行っているのだとか、毎日のように、自転車であちこち出かけて、一人で、スーパーに買い物へ行き、どうも、小学4年生の恵子です。と、冗談を言うくらいなのだとか、これは、一体、どういうことなのでしょう。一説によると、要するに小室さんは、愛人の存在だけでなく、その関係を正当化したいがために、恵子さんの病状を、故意に悪く、公表していたということになります。当然のことながら、会見以降二人は一度も、顔を合わせることはなかったのだとか、それだけでなく、小室さんは、実際には、一度も介護などしたこともなく、地元大分で療養する恵子さんに、生活費も送っていなかったのだとか、恵子さん側が、そのことで連絡をしたところ、月額8万円しか払えないと、弁護士を通じて回答があったのだとか、その金銭問題が引き金となって、小室さんは恵子さんとの離婚を切り出したのだという情報もあります。実はこれには裏があって、小室さんは未だにあの不倫相手と関係が続いていて、今では小室さんの自宅に家族で泊まることもあったり、しかもその女性は小室さんの個人事務所のスタッフとして、給料までもらっているのだとか、例の詐欺事件の和解金も含めて、借金が10億円以上の小室さんですが、捕まってからも年収1億円を切ったことないんだ。が口癖だったのだとか、住まいはタワマン、愛車はベンツ、美容エステにもしっかりと通う、
今年で61歳になる小室さん。ある筋からの情報では、恵子さんが申し立てた調停結果を不服として、自らも調停を申し立てたとも聞きますが、それが真実ならば、まさに泥沼ですね。11年前、小室さんが詐欺で逮捕されたとき、ABEX の幹部に土下座して、小室哲哉を助けてください。と頼み込んでお金を工面し、拘置所に足しげく通い、周囲に頭を下げ続けたのは、他でもない恵子さんなのです。たとえ、このまま4度目の再婚をし、表舞台に復帰したとしても、世間はどう思うのでしょうか。時折、目に涙をためて拭う仕草も見せ、精一杯望んでいたように見えた。あの引退会見。小室さん、あの姿は何だったのでしょうか。とはいえ、多くのファンが復活を待ち望んでいる中、今、まさに二人のディパーチャーズが、これから始まるのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、にしても小室さん、妻の病気を重ね、批判から逃れたのだとすれば、人としての資質にすら疑問が出てきますよね。でも今更そんなことは恵子さんにとってはどうでもいいことなのかもですね。それでもグローブの復活ってないのかなとほんの少しだけ期待したりもしています。なんとかなりませんかね。それではまた次回お会いしましょう。